日本著名动画声优南里佑香，虽然个头娇小，但声音清亮通透。因自小接受歌剧团训练，并于大专时主攻声乐，所以2001年成为声优。7月29日，第三次来到香港的他出席签名会。对于前两次来港的经历，他都历历在目。而这次，他更是品尝了具有中国特色的美食。そうですね。やっぱり皆さん、1回目にもここの会場で私はとあるイベントに出させていただいて、で前回はソロでライブをさせていただき2月に来たんですけど、やっぱりすごくアニメが大好きなんだなっていうのがこうパワーで伝わってくるような気がして、それで海外で歌ったりすることは私は割と最近から始めたことなんですけど、皆さんが温かく迎えてくださるので、なんかすごくリラックスしていつも歌わせてもらってます。昨日北京ダック食べて、すごく美味しいお店に連れてってもらったのでお腹いっぱい食べました。而在晚上的青年音乐季上，南里佑香更是带来4首东南歌曲，台下的歌迷也很好的与他互动。看到歌迷如此热情，南里佑香表示：“日本語で結構こうおしゃべりしてくださったりとか、私が日本語で喋ってもうんうんってこう頷いてくださったりとか、なんか本当に。”もしかしたらこうアニメを見て勉強してくださったり、歌を聞いてこう日本語覚えたりとかしてくれてるのかなと思って、なんかすごく嬉しいなっていつも思ってます。整理报道。